塗り絵とは、輪郭だけ描かれた図形や、模様の中に色を塗り分けて楽しむ玩具である。聖火の塗り絵これらは、一般的に本のように綴られているものや、スケッチブック上のもののほか、一枚だけの紙のものも見られる。これらは、絵の具やクレヨン、色鉛筆の石ペンなどで図柄を着色して楽しむために用いられる。鳥の塗り絵従来は子供向けのものとされていたが、2005年頃から、 手軽に見栄えのする絵になることから無趣味で、日頃、絵を描かない層のほか、指先を使い何色に塗るかを思い巡らすことから、リハビリや脳への刺激になるとして、高齢者を中心に、大人への販売、専門商品の発達も見られる。W.H. スミスの大人の塗り絵絵柄は、子供向けは、漫画チックに簡略化された風景や動植物、漫画やテレビの人気キャラクターを、 太めの線で描いたものであるが、大人向けは、浮世絵を含む名画や、動植物などを着色後に目立たないよう配慮された線画で描かれたものが多い。キャラクターものの塗り絵には、専門のコレクターも存在する。これらは、塗り絵主体の書籍や塗り絵が付録の雑誌を購入する。他、インターネットからダウンロードすることで入手できるが、この場合 PDF 形式で配布されていることが多い。 また、イベント告知の折り込みチラシ等に、主として子供向けではあるが、塗り絵が掲載される場合があり、その際は、イベント来場時の粗品引き換券の役割を兼ねることもある。旧来の製品では、紙の上に印刷された媒体であったが、2000年代では塗り絵人気もあって、携帯型ゲーム機を含む、家庭用ゲーム機で楽しむゲームソフトや、 パソコンを用いファイル形式で配布される塗り絵を描画ソフトを使って塗り分けるものもある。2000年代に流行を見せている大人の塗り絵では水彩画などのより高度な技術性が求められる製品も見られ水彩色鉛筆のセットなどという関連商品の発達も見られる。こういった商品群は子供の頃の教習の延長から趣味で水彩画を始めてみたいが デッサンなどに自信がないので他人に見られるのは恥ずかしいという理由づけもあるが、また指先を使うことで認知症の発生を予防したいと考える層にも人気である。肯定的評価式再感覚を育てるとともに枠に収めて描こうとすることにより運筆力を育てる。おちゃめな男の子の塗り絵否定的評価へを大人の枠にはめてしまい、表現力や独創性が育つのを阻む。 ただ幼児向けの塗り絵を幼児に与えて自由に塗らせると、大抵は予想だにしなかった大胆な色彩で、元のキャラクターが判別不能なほどに塗りつぶされたりといった傾向が見られる。また幼児はお絵描きを好む傾向があり、親子間における一種のコミュニケーションツールとしても利用が可能である。おじいちゃんに塗り絵を教える子供塗り絵は作業療法の一手法として活用されることがある。 絵を描く作業療法として絵画療法があるが、通常の絵画療法は絵を描くことを苦手とする。人には抵抗感を感じる場合がある。そこで絵を描くことの得手増えてが関係ない。絵画法として塗り絵が用いられる。大人の塗り絵をお手本通りに着色構造化されている塗り絵は高い創造性を要求されないため難易度が低く、取り組みやすい心理療法とされている。 絵画療法での塗り絵の有効性に関しては、自分の望む色を使用して自由に再色する場合と、あらかじめ示された課題として模倣して再色する場合の脳活動の比較など研究が行われている。ABCD の図へ、大見、長尾、塗り絵による脳活動及び気分の変化マイスワン、2019年2月24日、閲覧。ありがとうございます。